上稲図書館は長野県稲市にあった公共図書館。1930年に開館し、財団法人上稲図書館が運営していた。公立図書館がない稲市において唯一の公共図書館だった。1994年の稲市立図書館開館で利用者数が激減したため2003年に閉館した。その後稲市に移管され、2008年8月27日には、 稲市指定有形文化財となった。2010年に生涯学習施設、博物館類似施設の機能を持つ稲市創造館として再開館した。大正末期から昭和初期の様式が見られる近代建築であり、上稲地方に現存する最も古い鉄筋コンクリート建築物、上稲地域唯一の昭和初期の建造物、稲市唯一の洋館である。 鉄筋コンクリート作り3階建てであり、建物高は17.27メートル。延べ床面積は1階から3階までが340.692平方メートルなどであり、建物全体で1356平方メートルだった。階段の手すりには大理石が使用され、外壁には高藤焼のテラコッタタイルが使用されている。建物の四隅には曲面が廃され、 専用のタイルが貼られている。ファサードの2階部分と3階部分を貫いている。ガラス張りの出窓も含めて、外観には黒田の思考が反映されているが、森山の東京主会学専門学校との共通点も指摘されている。スチーム暖房を備えている。長野県鉄筋コンクリート建築の改装、黒田義造が設計を担当したとされていたが、2011年には東京都内で、 森山松之助が書いた図面が発見され、森山が基本設計を行っていたことが判明した。森山は台湾総特府の実施設計などを担当しており、長野県内では上、諏訪温泉の片倉館を担当している。一方の黒田は長野市の63銀行、上諏訪町役場、飯田市の飯田市立大手町小学校などを、 担当しているが、2007年時点で現存するのは、飯田市立大手町小学校校舎と、上稲図書館のみである。製死業の実業家である、竹井角太郎が建築資金を提供した。執行は、岡谷組。1921年には、上稲教育会が図書館の建設を訴え、会員が設立基金の積み立てを開始した。一方で、 聖子家の竹井角太郎は欧米を視察する中で図書館の重要性を認識し、十数万円を投じて、上稲図書館を建設した上で、建物と設備意識を上稲教育会に寄贈した。竹井は、片倉聖子の常務や上稲銀行の頭取りを務めた、ほか、長野県上稲郡組合立伊北農産学校の設置に尽力し、上稲郡稲富村の村長、 長野県議会議員、貴族院議員として、政界でも活躍している。建物の玄関脇には、竹井の胸像が立っている。1929年9月に寄稿され、1930年12月に、上稲図書館が竣工。12月7日に落成式と開館式を行い、12月18日に、一般従覧を開始した。長野県内では、 前年に開館していた県立長野図書館に次ぐ規模の立派な図書館であり、開館当日の品の毎日新聞は総礼完美殿下に誇ると書いている。県立図書館の開館、上伊那郡内への県立三中学校の開校、上伊那ナ軍の出版が図書館建設の起源になったとされる。上伊那図書館は開館から約70年間にわたって、上伊那地方の教育、 文化の中心であり続けた。カミ郡ナの各市町村からの補助金でまかなわれる財団法人カミナ図書館が図書館の運営を担った。1931年には自動閲覧室を設置し、竹井角太郎の銅像が建てられている。太平洋戦争中のカミナ図書館は、名古屋市放送文庫の図書や徳川美術館の美術品などの疎開先となった。 戦後には新中軍に接収されており、本棚にはアメリカ兵が残したサインが見られる。戦後の長野県は1949年まで占領軍の司令下に置かれたため、軍国主義的図書を閲覧禁止とする措置などが取られた。1950年には図書館法が施行され、青年団図書館や私立図書館の多くは自治体の公民館図書部に吸収されたが、 上稲図書館は、県下15館の法定図書館のうちわずか2館の私立図書館の一つとして残った。1960年時点の上稲図書館の蔵書数は25,829冊である。昭和54年度長野県公共図書館外協によると、1979年の長野県には32館の法定図書館があったが、うち31館は市町村立図書館であり、 上稲図書館は長野県にただ一つ残る財団立図書館だった。1949年には上稲 PTA 母親文庫が活動を開始し、上稲図書館を拠点として女性に対する廃本活動を行った。最盛期には1000人を超える会員が在籍。その後上稲軍各地に公共図書館が設立され、さらに身近に書店が開店するなどした結果、 2003年度の参加校は10校、会員数は250人と、王子に比べて激減している。昭和末期には、稲市立図書館の建設計画が本格的に浮上し、上稲図書館は敷地所有権の問題などに揺れた。稲市が1989年に策定した稲市立図書館建設基本計画では、上稲図書館の用地が建設地の有力候補に挙げられ、 カミナ図書館は用地を無償で対応する意向を示していたが敷地面積確保や文化財保護の観点からカミナ図書館の用地は困難となり結局はイナシエ中央駐車場の一角を建設地としているカミーナの各市町村に相次いで公立図書館が建設されるとカミナ図書館はその役目を収束させていった建物の老朽化も閉館の一員である 2003年3月31日で閲覧、貸し出しを停止し、以後の1年間に蔵書整理を行った後、2004年3月31日に完全閉館となった。閉館までに約8万千冊の図書を購入しており、この中には伊沢修司に関する貴重な資料も含まれる。他地域の公共図書館では図書をコンピュータで管理する。 オンライン蔵書目録方式が主流となっていたが、神稲図書館では閉館時まで手書きの図書目録カードで図書の管理を行った。閉館後の2004年には管理が稲市に移管された。基調書は稲市に移管され、その他の資料は神稲郡の各公共図書館、公立小中学校、福祉施設に配布された。 上稲図書館1階に置かれていた上稲教育会の事務所は JR 飯田線稲市駅前の再開発ビル稲瀬の4階に移転している。2008年8月27日には稲市指定有形文化財となった。稲市は合併特例債や町づくり交付金を活用し9億6千万円を投じて本館の耐震化、エレベーターの設置によるバリアフリー化、 収蔵庫の新設を行った。地下1階、地上1階の収蔵庫棟が併設され、約2万点の貴重な資料や文化財は収蔵庫に保管される。2010年4月16日に竣工式が行われ、5月24日に生涯学習施設、博物館類似施設の機能を持つ稲市創造館が開館した。全国公募によって、笹毛幸太が館長に就任。 1>, 1階には講座やワークショップなどに用いる体験学習室などがあり、2階には文化財などを展示する常設展示室があり、3階には講演会や演奏会に用いる行動がある。常設展示室では重要文化財指定を受けた三越芝遺跡の出土品などが展示されている。入場は無料だが、 2階の上稲図書館資料室を観覧する場合には1階の事務室で受付を行う必要がある。ありがとうございます。